わ、音大きいかな。わ、ペリッパー懐かしい。 3DS わかるわかる。あーいいねこれ。なんか F が絵本のような優しい F って書いてあったからね、立体って感じじゃないんだろうな。優しい、確かに絵本のような。おーいいね、救助隊デラックス、イエーイ。あ、そうなんだ。 DSM 級探検隊でポケモンレンジャーやってなことないけど。おー懐かしいね。ここも止めない。そう、質問懐かしいね。素直な気持ちを答えてくれ。おー、これで決まるんだよね。これで決まるもんね。僕の質問スタート。はい、これで変わってくる。エリックはやめろよ、ストーリー大変だからな。おい、おー、え、水五郎珍しい、俺御三家になった。え、俺御三家か、珍しいな。え、俺エネコとかニャースとかやと思って、俺エネコの率が高いからな。エネコ水五郎らしいけど本当ですか、違うのでやり直す。見て、これどうやってやんの。エネコにしていいじゃん。じゃあ俺エネコにする。え、見て、君がなりたいポケモンはですって、つまり性格診断を無視して、君はどうもエネコらしいんですけど本当ですか。もうやだこのゲーム。相棒っぽい名前な。ちょっと君たち、しんちゃん、ティラ、あ、相棒ティラにしてもしょう、相棒ティラにしちゃうの。相棒ティラにしたらさ、主人公の名前なんですけど。え、相棒ティラにしたらさ、俺どうすんの。相棒ティラじゃん。おい、だってエネコさ、エネコ男の子だよ。よっしゃよっしゃ、これしかねえだろ。相棒が岩を保管してくればいいけど、コイルとかどうすんだろう。コイルとかどうしよう。コイル敵出てきたら終わるぞ。サンダーどうすんだ。なんだったら俺サンダーどうすんだ。なんか、面白い名前だね。塩面白。じゃあ技、ステータス。ちょっと待って、ノーマスキー本当にあるのか、これもしかして。チャージビーム電気技ある。見て、電気技。え、待って待って、何これ、草結びとかあるやん。え、何これ、嘘、え、あれあれ、メロメロボディいいんすか自分。あれ、2つじゃないの、1つなの、特性ノーマルスキンじゃないじゃん。あれ、ノーマルスキンじゃないよね、猫が。あれ、最強ポケモンか。で、次は電気技のチャージビーム。おー、オッケー、オート移動してくれる。何、勝手に、こんなんできんの？見て、今操作してないもん。勝手に動いてる。何これ、このまま行くとどうなんの。オート移動に敵ポケモンであったりするとオート移動は解除される。あ、なるほどね。オート移動解除されて、あとは自分でやると。敵が近くなるとオート移動できない。あ、へえ、何それお、ちょっとテラ、お、お、ちょっと、俺の、シュちゃん、俺の家に来いよやめとけ、本当にやめとけそうだよな、そうなるよね。尻尾振って喜ぶ感じというか、すごく嬉しい。だってさ、シオちゃんと俺だろ。あ、シオ、感動してるね。やっぱりね、ここシオなら住みやすいだろうなって思ったし。あー、よいしょ。はい、見て。ギルド名決めました。やらなさそう。ね、失踪しそうだったんですよ。世界中失踪しそうなんで、私の世界中の迷宮。まあ、このゲームに関してはやらなさそうという。お前、デデンデーン、ダンダンディルンダンドンダダンドンダンダンダランダン。いいね、もうこの BGM だけでもう震えるわ。懐かしすぎ。ちょっと、さすがに水五郎に任せるわけにいかんやろ。水五郎には厳しいダンジョンやな。ジョーダのタレント復活のタレントで俺が言ってるの。プラスルちゃんじゃん。あ、やべ、結構 PB ねえぞ。あ、プラスボタン、あ、ほんとだ、プラスか。え、こんなんできんの、ティラが主人公に行けたりすんのか。マジかよ。これ絶対使えるね。青、危ねえ、ティラ、水鉄砲、猫魂、へえ。ポケモン広場もいけるんだね。うわー、カクレオン、カクレオン、お前マジで。お前を仲間にしようと思って、何回俺は死んだか。探検隊系って基本的に、
基本的にね、ああ、そうそう、あったあった、これね。このテンプレ系ね、連れてってください系、届けて、あったんだよ、すごく。なんかね、意味のわからないやり方でやれがするの。画面外でやられるの。めっちゃ画面外でやられとったれな。9。スイクブーム、いった！え？やっぱ危ねえ、ソニックブームはやばいって。ソニックブームはやばい、びっくりした。恋人のプロ、そうか、お前ら恋人が爆発しろ。鋼山って確か、いや、みんな、やっぱりもうやめんだよ、エネコー。これ峰美君、赤青の、赤の探検隊、青の救助隊のやつ、赤青のやつのリメイク。やべえ、エアームのはやばい。ちょっと待って、エアームのはやばいって。いやー、来ちゃったね。体験版はここまでです。続きは精神版だ。ちょっと待てや。面白すぎでしょ。ちょっとその、いやいや、ちょっと待って。行きましょうって言ってんのに、これ面白すぎだろ。ちょっと待って。いますか。急に、いや、今行くとこでしょうが。今さ、エアームの話聞いてさ、行くとこでしょうが。もうちょっと前に言えなかったの？もうちょっと前にさ、それを言えなかったのかよ。ははは。え、けどな、ダメだったわ、今回。じゃあ。じゃあ、これ一応、実は録画してるんで、まあ、適当にちょっとまとめたところを、また送ろうと思います。じゃあ、今日は終わろうかな。お疲れ、ありがとう。